母とは8年間ずっと会っていなかった。母が年下の男を家に引き入れ、父と呼ばなければならなくなった時、それが私のささやかな母への復讐だった。最後のご挨拶ってどなたがなさいますか？あやねがします。家族っていうものなのよ。あやね、どこ行くの？サボり。サボり？じゃあ俺も付き合うよ。あいつ、あの翔子さん、あやねちゃんのアドレス知ってんの？あやね、私は今あなたに会いたいです。